アイアン今回3種類出ましたけど、はいはい、大きく変わったところってのはどういったところになりますか？まずはですね、ボディ構造が全く変わりました。一見この分解パーツって普通のボディに見えるんですけども、ちょっと考え方変えたんですよ、はい、普通のオーソドックスなアベレージ用のアイアンになるとキャビティバックっていうのになりますよね。そうですね、はい、今回実は構造的には中空なんですよ。普通キャビティバックだとここの部分って金属の部分なくなるじゃないですか。実は我々フェイスカップって前からやってはいるんですけども、はい、このフェイスカップをたわませるときにボーンってインパクトを与えたら、はい、このフェイスカップがたわんだときに実はここのつながってる溶接のところってすごいストレスかかるんですよ。ありますね、絶対、はい、その時にキャビティバックになると唯一トップブレードのところしか支えられてないんですね。ここがないんで、そうすると耐久面をすごく考慮しなきゃいけないんですよ従来は。そうすると何をするかというと、まず溶接しを分厚くするとか、あとはトップブレードを厚くするということで、はい、結果的にフェイスカップを最大限たわませようとするとどうしてもトップブレードが分厚くなったり、その結果アイアンの形状としてもちょっと厚めの形状になって、ゴルファーによっては好みの形状にならなかったり、ボテッとします、ボテッとしてるとかいう話になりますけど、今回この中空構造にすることによってインパクト時に起きるそのストレスをバックフェイスのところの中空のボディの部分がストレスを分散させてくれるんですよね。この分散した時に前の中空構造ですとここ全部埋めてるんですけども、埋めてしまうと重心がやっぱこう上がってしまう、上がるとやっぱりそんなにパフォーマンスとしてはいいパフォーマンスにならないんですけども、ここも実は AI の設計を借りてですね、アイアンにも AI にどういう風な穴を開けたら耐久も考慮できて分散できてこのフェイスカップのターミングを最大限できるかっていったらこのような穴になっていったんですね。この穴になったことによって初めてフェイスカップのフェイスの材料も初めて変えたんですよ。今までは174ステンレス450という高強度材使ったんですけど、今回はユーティリティとかフェアウェイウッドにも使っているフェイスの材料でカーペンター455というのを単造で作ることによって精度が高くなって薄く強く作れますので、ものすごくこのフェイスカップのターミ量っていうのがめちゃくちゃ増えたことによって、増えてしまうとやっぱこのストレスがすごいかかるので、それをうまく受け止められるボディが今回初めてうまく作り上げたということで、一見普通のアイアンにはなりますけど、こういう秘密が隠されることによってトップブレードも厚くすることもなく、すごくオーソドックスで綺麗なアイアンの形状にできたというのが今回のこのアイアンの一番のポイントかなと思います。これは説明聞かないとなかなか分かんないですね。この深さは分からないですね。これじゃあいわゆる打感は柔らかくなるってことですか？そこなんですけども、はい、ドライバーの時は飛びと優しさっていうのが相反する、それをこのバリア取っ払う、はい、アイアンっていうのは飛びと今度フィーリングになります。フィーリング大事なんですよ、はい、アイアン、はい、やっぱ飛んでもどうしても結果がいいから打球のフィーリングっていうのは若干妥協しなきゃいけないかなっていうところは正直あると思うんですけども、今回このフェイスカップで抜群の飛距離性能を持ってます、うん、ですけどこの単造の455のフェイスも柔らかくて薄いっていうところもあるのと、あとは我々ずっとやっていましたこのマイクロウレタンスピアを中に入れることによって飛びとフィーリングを今までにないぐらい両立できたアイアンということで、これもパラダイムシフトが起きちゃった。アイアンもいいとこ取りしちゃったんですか？はい、そうなんですよ。これもぜひ打ってもらいたいんですけども、さすがに軟鉄単造の1枚ものと比べたら負けてしまいますけども、はい、本当に複合構造でアイアンとしてはめちゃくちゃフィーリングとしてはちょっとグッとくるものが出てきますので、すごい柔らかい、打ってほしいですね。これ打ちたくなりますね、はい、このマイクロスフィアも実はただのこうウレタンのフォームではなくて、はい、実は中にですね細かいミクロのガラスのバブルが入ってるんですよ。そのガラスのバブルがですねインパクトの起きる余分な振動を抑えつつ、でもフェイスカップのたわみは一切邪魔しない、はい、なぜならそのガラスのバブルがうまく弾いてくれてフェイスカップのたわみを邪魔せずに余分な振動だけ取ってくれるっていうすごい画期的な樹脂が入ってまして、それをこの穴のあるとこまで目いっぱいギリギリ入れることによって、はい、フィーリングっていうのを今までのアイアンよりも良くしているっていう部分になりますね。なんか打感柔らかそうな感じしてきましたね。これもう打ちたいですね。ちょっとプニプニしてますよね。トップブレードの薄さどうですか？好きな感じですね。中空って結構ポテッとするんですけど、本当に太すぎず細すぎない絶妙な薄さです。結構かっこいいアイアンに仕上がってまして、バックに入っても映える感じですよね、うん、まさかこれがねすごい優しいアイアンとは思わないですよね、はい、そうですね。あとバックフェイスがとに
にかくかっこいいっていうのは個人的にデザインも好きですね。一個気になったのが、はい、これあの中にめっちゃ重たいタングステン入ってるんですけど、はい、もう一個別でバックフェイスのバッジにもタングステンがあるんですよ、はい、なんで分けてるんですか。だいたい我々タングステンってアイアンのヘッドの中に入ってて見えないんですよね。見えないです、はい、ですけど外側にもちょっとバッジでつけることによってタングステン入ってますよとアピールポイントの一環で外にもタングステンがあります。ただ頬の下側に置くことがやっぱりキーでございまして、うん、アイアンのヘッドで頬前の部分が重量を取られてしまうの で、ね、どうしても重心がヒール寄りに来ちゃうんですよね、うん、そこをうまく頭側にタングステンを入れることによってこの持ってかれた重心をちょっと真ん中目に戻してあげるというところで意味でいくと、うん、スイートスポットのエリアがフェースの真ん中に来るようなぐらいの位置に考えてますのでタングステンって非常に必要不可欠な要素のアイアンです。外側に逃がすからあえてバッチに持ってきたわけじゃなくて、はい、技術のアピール。はい、そうです。皆さんこれ分けることによってコストもかかってるんで贅沢使いですね本当に、はい、わざわざタングステンを入れるってことは何とかして皆さんにタングステンとかテクノロジーが入ってますよというところでちょっとアピールしたい、はい、すごいこだわりですね。今日の話聞いたらね、はい、すごい考えられてるんだなっていうのが分かりましたね。一見ねただの中空のアイアンって思いがちなんですけど、はい、キャロウェイでしかできない AI を酷使した設計ってことですもんね。そうですね。このボディ構造が誕生したことによってドライバーフェアウェイ UT はジェルブレイク入ってます、はい、アイアンにもそのジェルブレイクの要素が初めて今回入ったという感じになりますのでもう当然ボールスピードっていうのはズバ抜けてるものになりますね。過去のアイアンと比べますとすごい商品になりましたね。さすがキャロウェイの技術力。キャロウェイの技術